国鉄素30経過車は、かつて日本国有鉄道に在籍した事故救援用を店をえ車である。鉄道車両の脱線事故や転覆事故の復旧に使用された、回転式、キャブとクレーンを装備している。また、クレーンのブームを収めるための控え者である長物車を伴っている。形式図1928年にアメリカから輸入された素20型をベースに、 日本の事情に合わせた改良を施して国産化したのが本形式である。1936年から1947年にかけて国鉄浜松工場及び日立製作所で7両が製造された。扱い荷重は手巻きが65トン、保管が15トンで台車は3軸の板大枠式ボギー台車を2機備えた。当初の動力は蒸気機関で 低速での自走も可能であった。そのため燃料の石炭2トンと水10トンが積載可能な二軸式の淡水車を従えていた。この淡水車は蒸気機関車の淡水車と同じく本体と同じ番号を称した。蒸気機関は使用時に無理が効き使いやすかったが現場に到着しても蒸気圧が上がるまで時間がかかり保守も面倒であったことから 1970年から動力をソパチ重型と同じディーゼルエンジンに乗せ替えられ、淡水車も廃棄された。1968年10月1日ダイヤ改正では、高速化不適格車とされて、最高速度時速 65km の指定車となり、識別のため記号に炉が追加され、炉素となり、黄色の帯を巻いた。色は、落成時は黒であったが、 単緑色に変更された。さらにその後全般検査の際に、木1号の1色塗りに変更された車が存在した。この色違いの明確な基準はなく、全般検査の際に入場する工場の違いによるものと思われる。単緑色の車は木1号の帯を巻いている。ソパチ従型とともに、大型ミサオ従車として1980年代まで使用され、 1987年4月の国鉄分割民営化までに全社が廃車されたが、一両が小樽市総合博物館に保存されている。配置は、ソ20型を含めた5両が、札幌、東京、大阪、広島、文字の5鉄道局に、それぞれ1両配置され、戦後に増備された3両は、新潟、仙台、四国の3管理局に配置された。 1980年時点の常備駅は次の通りである。ありがとうございます。